237号では、ポーチの2階の塔の屋根を組み立て、塔を基部に取り付けます。また、塔をポーチの上に設置します。今回付属するパーツです。237号では、233号で組み立てたハロウィンワゴンと、236号で組み立てた塔基部を使用します。はじめに、パーツ01の屋根 A2 枚をはめ合わせます。同様にもう1セット作ります。続けて組み合わせた屋根 A2 セットをはめ合わせます。次にパーツ02の天井の4箇所の凸部に接着剤を塗ります。続けてコーニスにはめ合わせて接着します。次に屋根の凸部4箇所に接着剤を塗ります。続けて屋根をコーニスのオーブにはめ込んで接着します。次にパーツ03の屋根飾りのオーブに接着剤を塗り、屋根の凸部にはめ込んで接着します。次に、組み立てた塔の LED のコードをハロウィンワゴンの屋根 B の穴に通します。続けて、塔基部の傾斜の大きい方をハロウィンワゴン側にし、塔基部の凸部2箇所、ポーチの屋根の開口部にはめ込みます。これで237号の組み立ては終了です。